僕が一番求めてるものはトーナメントにあるっていう感じですかね。そんな中でステラを使い始めてちょっと届かないなって思ってたところが、まあ、届くようになった、まあ、結果そのおかげでトーナメントもいい成績出した時もあったんですけど、まあ、そのステラにあった、まあ、インフィニティループ超三つ巻きですね。その超三つ巻きのおかげですごく飛距離上がったなと思うんですけど、それがこのバンキッシュにも搭載され、他の選手が狙えない魚も狙いに行けるメリットがすごくありました。トーナメントに行って挫折する人も多いとは思うんですけど、僕も挫折しかけたことは何回もありますし、でも一回勝利の味知っちゃうとそれじゃないと満たされないんですよね。多分魚とだけじゃなくて人とも競ってその中で結果で出てくるところ、まあ、だから好きなんだと思います。トーナメントえー、今日はあの川口湖に来ております、秋の川口湖ですね。朝とかは結構10度前後ぐらい、かなり冷えるようになってきました。まあ、そんな川口湖でこの新しいバンキッシュを使って、攻略していきたいと思います。使ってるタックルは、リールが、バンキッシュ 2500SHG で、ロッドがエクスプライド 264UL で、ラインがマスティフ4ポンドで、ルアーが、まあ、ミゾス系 の、 あの、まあ、ハードだったり、まあ、ジグエットとかでソフトだったり、あとダウンショットだったりみたいな感じです。このバンキッシュもロケとかで何回か使わせてもらってるんですけど、まあ、当然あのバンキッシュ の、 あの、まあ、軽さ、重量ですよね、軽さもありますし、まあ、このハンドルの、巻きの軽さ、そしてあの、まあ、インフィニティループ、超三つ巻きになったことによるあの飛距離のアップ、なんかがあって、まあ、僕はよくライトリグとかで使うんですけど、その、まあ、ライトリグの操作性であったり、当たりのあのバスの、まあ、バイト の、 あの感知能力であったり、そして、飛距離がとかで、あのかなりあの恩恵を受けてます。やっぱりどこ行くこれ、あ、後ろ、後ろ行ってる、後ろ行ってる、うわ、でかい、でかい、沖の魚をシューティングでミドストっていう形で釣ったんですけど、今のやつを釣る前に何匹かアプローチして反応を得てて、ただすごく
ミゾストで引っ張って追っかけてはくるんですけど、ちょっとなんか食べなくて、どうしたら食べるかなと思って、ちょっと逃がすような、追っかけてきた時にちょっと加速させたりとかっていう、なんだろう、最後の一押しみたいなやつを入れたんですけど、そういう一押しをこうなんか瞬発的に入れなきゃいけないんですよ、パッと。ダラダラ入れてもそういうものって効かないんで、そういう瞬発的な加速だったりとかっていうのを、まあ、今回この、バンキッシュっていうことで、すごく巻きとか軽いんですよ、すぐ反応してくれるんですね。でそれでうまく仕掛けれて取れた魚だったかなと思います。まあ、今僕やってるのが、まあ、シューティング、魚探を使ったシューティングとかよく言われる釣りなんですけど、もともとそういうシューティングって、そもそも魚探ってこう真下しか見えなくって、真下をスポット的に見るようなもので、真下にあるものに対して、真下魚通った時とかストラクチャーがあってその際に入れてとか、そういう使い方でシューティングとかっていう感じだったんですけど、今この魚探がまた進化して、真下だけではなくて、自分の前方であったりとか見れる範囲がすごく広がったんですね。でその、まあ、自分の前方だったりとか、まあ、周囲のものをリアルタイムで見ることができる。今まではその通過してこの周辺はどういう感じだっていうのを少しずつ理解していくっていう感じだったんですけど、今は見たいところをライブで見れるっていう感じで、なんだろうな、まあ、こういうすごく広いフラットでもビームをいろんなところに振って魚がいるところだけを狙えるというか、アプローチできるというか、なんでそのやってること自体はサイトフィッシングをしているようなもんですね。こういう深いところって見えないですけど、こう魚探があれば見ることができる。でその水中をまるでサイトしてるかのように、魚の反応とかポジションとかを見ながら、まあ、いろんなルアーを投げていく。で反応見ながら、反応がいいものに絞ってアクションを絞って、で最終的に口を使わせるみたいな釣りを、やってるのが今僕が今やってるシューティングみたいな感じです。追っかけてる。はい、下のワカサギに夢中ですね。上向かない。あ、向くかな。向かないか。行きそう。来た。今もミドストで来ました。でちょっと今風が結構強くて、すごくアプローチがしづらいなっていう感じだったんですけど、やっぱり風に立てて、風にちょっと向かい風気味でアプローチすることが、この釣りはどうしても魚探を見ながらになっちゃうので、そういうシチュエーションが多いんですけど、まあ、それでもインフィニティループ、超ミツマキで飛距離が上がってることによってなんとかカバーできて、取れた魚だったかなと思います。トーナメントに行って、まあ、やったら分かると思うし、挫折する人も多いとは思うんですけど、
僕も挫折しかけたことなんかもありますし、やっぱりそのなんですかね、一回知っちゃうとその、まあ、勝利の味じゃないですけど、なんですかね、その試合練習して基本は大体負けるというか失敗するというか思い通りにはいかないんですけど、まあ、うまくいった時とか試合中に何かを見つけていい魚釣ったりとかいい結果出たりとか、そういうのを経験しちゃうと、もうなんかそれじゃないとちょっと満足満たされないんですよね。多分普段魚釣って満たされるかっていうと、まあ、それはそれで楽しいし、あのいろんな狙い方もあるし、そういうのがハマれば絶対楽しいんですけど、僕はその、まあ、一番なんだろう、僕が興奮するじゃないですけど、その一番求めてるものはトーナメントにあるっていう感じですかね。魚とだけじゃなくて人とも競って、その中でなんだろう、ちゃんと数字じゃないですけど結果で出てくるところ、まあ、だから好きなんだと思います、トーナメントが。よいしょ、よいしょ、よっ、よっ、来た、くぅ、ばっくり、今のもあのワカサギの群れについてるやつなんですけど、あと今度はあの何匹かずっと僕追っかけてたんですけど、ちょっと反応いいのがいて、で追っかけてたらその他のワカサギの群れの方にずっと泳いでって、でそこにもバスがいて、最終そのバスの群れたちが合体して5、6匹になったんですよね。それであのそのうちの1匹がルアーに気づいてくれて、で盛り上がってブワーって行って、で一番早くその後から突っ込んだやつが思いっきり食べたっていう感じです。でもう今もまだ風が強くて、あの結構あの結構できるだけ離さないとすぐ魚も逃げちゃうんで、あのできるだけ飛ばしてやってるんですけど、あの、まあ、インフィニティループのおかげであの飛距離がこの風の中でもある程度確保できて、あのキャッチできたのかなっていう、そんな魚でした。で今回この新しいバンキッシュをがっつり使わせてもらいました。やっぱりバンキッシュっていうことでリール自体の重量がものすごく軽いで、ハンドルの巻き感もものすごく軽い、これ僕すごく僕が求めてるあの部分ではあるんですけど、今回使ったようなミドストとかちょっとスイミングさせる系のライトリールをする際にすごく魚が触れるような違和感とか当たりとかをものすごく感じ取りやすくしてくれる。そしてステラにも導入されていたインフィニティループですね、超密巻き、もうステラを最初使わせてもらった時にもあの僕すごく感動したんですけど、あの飛距離が段違いに飛ぶようになってる、あの僕はすごく小さいルアーとかも投げるんですけど、そういう軽い小さいルアーを投げる上で一番最初に引っかかってくるのがやっぱり飛ばないっていう部分なんですけど、そこをあのカバーしてくれる、
で他の、まあ、トーナメントの時なんか他の選手よりもちょっと先を狙えることによって他の選手が狙えない魚も狙いに行けるみたいなメリットがすごくありました。バンキッシュだから全て OK というわけでもないし、もうステラを使えば何でも OK というわけでもないと僕は思ってます。全てはまあ、タックルのバランスというか自分がやりたいことのを可能にするためのバランスを取るための一部、まあ、今回のようなそのリーディングしながらの、まあ、ミドスだったりとかライトリブに関しては僕は巻きながら違和感を感じたりしたいんで、このリーディングがすごく軽いバンキッシュで、僕ステラを使うときは今回やったようなミドス島とかマイクロベイトとかホバス島とかものすごく軽いもの、大きく竿をラインスラックを出さないものに関してはバンキッシュなんですけど、もっと振るもの、僕大好きなスモールフロッグとかもっとルアーをこうバシバシ叩いてやるような釣りに関してはちょっとここの、リールの部分、ここが視点になるんで、少しどちらかというと重量があるようなリールを組み合わせてそのアクションをしっかり出せるようなセッティングをしたりしています。もうそれぞれ絶対に大事なのはタックルのバランスなんで、そのバランスに合ったリールを皆さんに選んでいただければいいのかなと思ってます。今回のロケで僕のシューティングの釣りの中の、まあ、一つの釣りでバンキッシュ使わせてもらって、僕の釣りにハマるなっていうのはすごく感じました。シューティングの釣りこれだけでもないし、スピニングタックルを使った釣りってたくさんあります。まあ、すごくいろんなものにハマるというかマッチするなっていうのを今回感じたので、まあ、これからそういうまだ試せてない釣りに当てはめていくのがすごく楽しみで期待しています。